おはようございます。今は朝の3時10分です。授業が始まります。まあさっき言った通りなんですけど、今日はこの授業から始まりたいと思います。ちょっと画面は映せないです。ってことで授業を受けていきます。はい、あと15分ぐらいで授業が終わります。でね、で、またバイト、先週って Vlog 始まってないか、先週、もうこの時間で授業で、その朝の、その4時半過ぎ、その5時ぐらいまで授業があって、先週寝坊して、昼に起きちゃったんですよ。12時に起きて、で、9時からのバイトに遅刻しちゃったんで、もう今週から遅らせてもらうことにしました。なんで、明日はバイトが11時までに、来ればいつでもいいよって言われてるので、多分10時ぐらいに起きたいと思います。早く終わって寝たいです。これね、ちょっとだけ顔が映ってるんですけど、なんか自分的に Vlog って、なんか顔映すのかなと思って、でも別に顔出しするのは嫌じゃないんで、もしかしてそのうち顔出しするかもしんないです。では、おやすみなさーい。さあ、おはようございます。ただいまの時刻は10時です。意外となんかいい、すっきり出れました。外はね、天気が良さそうですね。わかるかな？わかんないか。まあいいや。とりあえずなんかあんまり今寒くもないし、ちょっと心地いい感じで起きました。眠いっすけど。なんで今から朝ごはん食べて、バイトに行きたいと思います。だりー。はい、時間は10時35分なんですけど、今から朝ごはんを食べます。昨日作ったスープと、あと今日はパンに先生からもらったこのメープルシロップをつけて食べたいと思います。このメープルシロップは、語学学校を卒業するときに担任の先生が、俺が甘いもの好きだからってわざわざ買ってきてくれました。100%、この100%メープルシロップっていうのは結構珍しいらしいです。さあ、今からバイトに行きます。やべえ、今日めっちゃなんか天気もいいし、いいっすよね。このなんて言うんだろう、ちょっと海外っぽい感じ。ああ、なんかめっちゃ心地いいっす。いいな、この時間に出勤。毎日これがいいな。ってな感じで、おぐえちゃんで早く行きまはい、す。ってことで、まだね、2時間ぐらいしか働いてないんですけど、もうまかないです。やったー、今日も美味しそうですね。で、ちょっと今日めっちゃ面白いことがあって、店の、裏の通路がもうめっちゃ臭くて、臭いのは別に面白くないんですけど、その匂いが、中学校の友達の、中学校からの友達の、口臭に似てるんですよね。その人のイニシャルは K 君なんですけど、中1の時に、なんか音楽の授業で隣になって、で、歌歌った時にそのものすごい口臭で 衝撃を受けてしまって、その K 君の匂い、中1の時の K 君の口臭の匂いがしました。でもこれは別にいじめとかではないですね。今でも K 君とはめっちゃ仲がいいです。ってことで、 K 君、これ気づいたらコメントしてください。いただきます。はい、今からこの廃棄油を捨てに行きたいと思います。今バイト中です。はい、ゴミ箱の中にやってきました。ここに捨てます。注意書きが書いてあります。こぼすなってことです。では入れていきたいと思います。やばい、重っ。閲覧注意です。はい、やべえ、取ってこめっちゃ汚くなっちゃった。やっぱ全ての物事を片手でやるっていうのは大変ですね。では戻りたいと思います。仕事が終わりました。ちょっと今からちょっとやめたラーメン屋さんがあるんですけど、そこに
ちょっと物が置いてあるのと、あとまだ制服が置きっぱなんで、それを一回取りに行って洗濯して返したいと思います。さあ、ここトロントの中心だと思われるところですね。いつ通ってもいいですね。なんか海外っぽくて。やばいやばい、信号見てなかった、危ねえ。ってな感じで行きます。やめた。ラーメン屋さんに来て制服取り来たんですけど、ここですね。めっちゃ美味しいラーメン屋さんです。でこちらの方はね、ちょっと YouTube やってるので、あの YouTube やってる人です。ぜひチェックしてください。僕の立場から言うと、皆さん一刻も早く10年間毎日 Vlog を撮るチャンネル登録してください。おーっと、宣伝してくれました。ということでね、ここのラーメン屋さんも美味しいので来てください。さあ、今からちょっと軽くスケボーしに行きたいと思います。あのカレッジパークっていう、この間も動画載せたあのセクションがない公園です。行きます。さあ、今ねスケボーして3時間ぐらい経つんですけど、今日はなんとトレフリップにね乗ることができました。マジで嬉しいです。でこの今白いフードかぶってるザックっていう友達が、このねこのビールを飲めよって言ってくれたんですけど、これがマジでうまい。 びっくりしてます。ステラアルトス、アルトルス、わかんないですけど読み方、これがもう死ぬほどうまいです。まあでも多分今日めっちゃ頑張って多分トレ乗って、多分それでまあ美味しいのもあるかもしれないですね。もうこの場所はめっちゃいいです。めっちゃいいです。おー、フゥー、 We out here。 Yeah, I'm thinking video for my YouTube channel。 Yo。 さあ、今からノア君が、これがね、めっちゃうまいっす。マー君はマジ1時間ぐらい俺のあのトレフリップの動画を撮ってくれて、もう本当に感謝です。本当に人に恵まれてるなと考えてます。本当に楽しいです。ザクーヨーヨー。はい、今はスケボー終わってもうめっちゃ疲れたんでね、帰ってきました。もう夜の11時近くになります。スケボーした後になんかもうトレメイクして気持ちよくて、なんか友達があのビール買ってくれたからそれで飲んで、まあ、自分でも買って、もう結局なんか長居しちゃって、まあ長居しちゃってて別にいいことなんですけど、まあそれでちょっと帰ってきて、いやもうお腹が減ったので、ちょっとこんな時間にね食べるのも太っちゃうかなと思うんですけど、まあ今日はいい日なんで、今からこのフィットチーネかな、これフィットチーネって読むのかな、日本でもグミありますよね、フィットチーネグミ、フィットチーネ、わかんないけど、まあ今からこのパスタを作っていきたいと思います。はい、じゃあこのオリーブオイルをフライパンに入れて、こっち側で具材を作って、あっちで麺を茹でていきたいと思います。はい、じゃあパスタには、必要不可欠なこちらのニンニクと、あと今日はね玉ねぎを炒めていきたいと思います。はい、ってことで、今こいつに塩を入れたので、こいつも入れていきたいと思います。ちょっと鍋の大きさが合ってないですね。まあいいや、だいたいこれがね 250g ぐらいです。あのちょっと多いかなけど、まあ大丈夫です。じゃあ待っていきます。さあ、玉ねぎとニンニクがいい感じに炒まってます。これでね、ちょっと今から今ちょっとこの砂糖をかけてみたいと思います。軽く。さあ、砂糖振ってみました。肉はあのなんかちょっとあのコチュジャンで炒めたあの豚肉の残りがあるので、そいつを入れたいと思います。それでなんか甘辛のパスタみたいな、ちょっと美味しそうですよね。なんかトッポギ的な、麺も太いんでわかんないですけど、まあちょっと楽しみにしていきましょう。さあ、肉も炒めて
いい感じです。めっちゃうまそう。もうこれだけでね、匂いがわかるかな。甘辛い、めっちゃいい匂いがするんですけど、わかんないですよね。なんか見た目がまずあんま良くないし、もうその麺もいい感じだと思うので麺と混ぜていきます。はい、いい感じです。麺を入れて、あとちょっとだけね、あの茹で汁も足して、あと小さじ 0.8 杯ぐらいの醤油をちょっと入れてみました。どうですかね。もうめっちゃいい感じです。さあ早く食べたいと思います。はい、最後に上にチーズを乗せて胡椒をかけて完成です。めっちゃうまそうですよね、この辺。うまそう。さあ今から食べていきます。はい、こんな感じでね、もうフライパンのまま食べていきます。ではいただきます。いただきます。バカうまそう。味付けがちょうどいい。あのね、こんぐらい濃くないのがいいんですよ。うまい。じゃあ食べていきます。さあめっちゃ美味しかったです。普通にめっちゃ腹いっぱい。はい、ってことで、あの俺ね、結構もう洗い物するのがめんどくさいんで、なんかこすったりするのが、いつもこうやってフライパンとかはこう熱湯を入れて汚れを落としてます。したらね、洗剤とかも使わなくて済むし、まあ、生物の時とかは洗剤使ってあるんですけど、こういうのはこんな感じでもっとお湯足して汚れを落とします。じゃあ今から、シャワーを入って寝るかな。まあ、寝る前にあの、まあ、編集って言ってもね、別にそんな大した編集じゃないんですけど、まあ、軽くあの動画をアップロードして寝たいと思います。ではおやすみなさい。バイバイ。はい、風呂から上がりました。手だけです。寝ます。おやすみ、みんな。おやすみ。